フレデリック・ピキオンヌはニューカレドニアヌメア出身の元フランス代表サッカー選手。現役時代のポジションはフォワード。フランスの海外圏ニューカレドニア出身でユース時代をパリ郊外のパリ FC などで過ごす。1996年よりマルティニークのクラブゴールデンスターに所属し、2000年よりニームオリンピックでプロのキャリアを歩み始めた。 翌年、スタットレンヌに移籍し、リーグ一部デビュー。2002から03シーズンには31試合で12得点を上げ、飛躍のきっかけをつかんだかに思われたが、レンヌの新監督となったラズロボロニとの不和もあり、2003から04シーズンは調子を落とした。そのためシーズン終了後に AS サンティティエンヌにレンタル移籍。ここで再び2桁得点を上げる活躍により、 完全移籍を勝ち取った。2007年、オリンピックリオン入りが濃厚であったが、クラブ同士の対立から契約は、まとまることなく、AS、モナコに、レンタル移籍した。2007から08シーズンはやや不調に終わったものの、シーズン終了後改めてリオンからオファーを受け、移籍金450万ユーロで完全移籍となった。2009から10シーズンは、ポーツマス FC へ。 レンタル移籍。2010年にウエストハムユナイテッド FC へと完全移籍した。2012年3月よりドンカスター・ローバーズ FC に1ヶ月の短期ローン移籍をした。2013年2月28日、MLS のポートランドティンバーズと1年契約を結んだ。2014年5月13日、クラブから放出されることが発表された。同年八月四日、 リーグルの US クレテイルストのに移籍した。代表としては2002年からマルティニーク代表に招集され、翌年にはコンカカーフゴールドカップにも参加している。しかし、マルティニークがフィファ未加盟のため、フランス代表としてもプレーが可能で、2007年3月にオーストリア代表との親善試合で初キャップを記録した。ありがとうございます。